60年代70年代当時は写真もしくは写真表現というのは、社会的な存在であるってこれ本当は幻想なんだけど、みんなそう思ってたわけでしょ、まあ、写真を発表することで世の中を変えていくことができるっていう幻想はすごくあるんですね。ユージン・スミスと同じ勘違いをしててね、はいはい、俺のワンショットでこの社会を変えてやるみたいな。いやでもユージン・スミスが出したもの、まあ、ライフに出しました、はい、2000万部発行されて、うん、世界中の人間が解読率っていったらその数倍なわけだから、うんうんうん、それだったらなんか動かせそうな気はしますよね。テレビの前ライフはそういう意味では ね非常にインテレクチュアルな見えであったのかもしれない。テレビがない情報を得るのが雑誌だけ。本当にそうです。歴史的な70年代の興味があっていろいろ見てると75年ぐらいでいろんなことが大きく変わってて、うん、まあ、超徳さんはまあヨーロッパにいたわけですけども、はい、何か大きな変わり目っていう感じはしたんですか。何も知らないで帰ってきて、うん、だから1973年に、うん、まあ、歌人がヨーロッパ、はい、オーストリアのウィーンに、音楽留学するんで、うん、それについて行ったんですよ。それで帰ってきて1980年の11月、うん、5日に帰ってきたんですけども、うん、4日に帰ってきたんですけど、うん、1973年の5月5日に出て帰ってきたのは1980年の11月4日ですから、うん、正確に7年と6ヶ月、ウィーンでぼーっとしてなんですけども、うん、さて何が一番びっくりしたか、コマーシャルで、未来を築こう、コマーシャル写真で未来を築こうなんてことは一切もう考えない方がいいということが分業化しちゃってね。僕らの時代です。ああそうですか。80年っていうのが要するに僕らが大学に入った時代だった、はいはい、あれがものすごいびっくりしましたね。で、まあ、その間っていうか73年にあっち行って、3年目1976年には現代日本写真家展の準備で忙しいからそんなことなんか見てないじゃないですか。じゃあ宇治島太郎的な状態でもあった。本当にそうです。本当にそうです。これとんでもない国に買ってきちゃってこれからどうしようと思いましたよね。ってのはまあ、オーストリーウィーンあたりは小さな国ですけれども、うん、大体いわゆる地方公共団体がワークショップをやって、うん、私みたいな食えない写真家に、うん、まあ、そこそこ食えるぐらいのお金をね払ってくれたんですよ、うん、だけど1980年の11月に東京に戻ってきて、うん、じゃあここに東京都になんか仕事をもらいに行くのかなみたいな感じで全くそれ方向違いだから、それでどうしようかと思ってで同じ団地玉川住宅に柘植義晴が住ん、うん、さんが住んでたんで、で柘植義晴さんとお付き合いをするような、うん、もちろんあれですよ、柘植さんに対してね、柘植さんのネジ式はとかそのころバカバカしてないから、うん、柘植さんほらカメラを買うっていう、ね、カメラを買うっていう漫画もありますけども、うん、カメラ好きじゃないですか、はい、である時どうして私の電話番号が分かったのか分かんないんだけども、うち、ん、に電話がかかってきたんですよ、柘植さんが。本人名乗らない。それで歌人がその電話を受けたんですが、後で聞いたら歌人が言うにはまるで地獄の底からかかってきたような声だったっていうんでね。でまあそれでお付き合いができて、うん、そうだな、それで柘植さんは超徳さんのことどうやって知ったんですか。やっぱりカメラが違いだと思ったんじゃないですか。あ、それはなんかもう情報あったんだ。だって私の電話番号どうして知ったのかわからないし、それで月1ぐらいでまだでも超徳さんカメラ人類じゃないじゃないですか、うん、まあ、だから80年代だ。なんで分かったのか今でも今度聞いておこう。それだって80年代まだ本出されてないですよね。出してないですよ ね。で、まあ、1ヶ月に1回ぐらい、うん、玉川住宅の団地中央っていうところであって、で、あ、すごい夢のような話です。だって柘植さんの三条の団地の仕事場にあつ行ってるんだもん、うん、そうするとね、本箱があって、はい、本箱は昔戦前の女子学生が持ってるような本箱の中に、うん、国産カメラがぎっしり入ってて、そこを仕事場になさってるんですけどね、うん、で、まあ、これ随分書き知り、あ、古したけれども、うん、柘植さんがミランダ T っていうカメラが欲しいっていうんで、うん、はい、それでそれをじゃあ買ってきてあげますよっていうんで近代美術館で1年間行って、うん、それでグランドセントラルステーションのスワップショーで買ったんですよ、うん、まだ値段が上がる前でね、うん、でそれ持って記憶した83年の11月か、うん、持ってったら面白いんだよね。これ未だによく覚えてるわ、うん、おいくらですかってなんか柘植さんが言うから、いや2万円でお願いできますかって、そしたらキッチンの奥さんがいるから
2万円だって、つその口言って、ほら奥さん、あ、じゃあいただいといたらって、奥様がガマ口から2万円出して渡してくれたりとかね。あれなんか杉吉春の日常生活、まだ翔助君が小さい頃だよね。そんなのもね、なんかやっぱりこれもカメラを返したことなかなかできない。不思議だ、なんで知ったんだろうね。だって長徳さんが、まあ、もうちょっと話、僕が長徳さんの知ったの多分ね、間違いだらけのカメラ探し、あれね、カメラやればあれ売れたんですよ。初版が2万部なんだよ。あれ徳大さんですよ、ね、徳大さん、そうそう、徳大さんと顔似てましたよ、ね、似てる、ね、だってあのここに住んで30年になるけども、うん、徳大さんがお元気だったところは、うん、あの地下鉄の駅で待ってるでしょ、うん、ですよね、徳大先生ですかって聞かれて、いや違うんです、よく間違えないんですよ、うん、そうするとね、失礼しましたと言って10メーターぐらい離れて恨みつつに私の顔見てる、これ本人が否定してるんじゃないかみたいな感じでね、まあ、で僕は知ったのはそのカメラ選びが80何年ですか、あれ何年だろうな、いや90年になってから、90年になってます、なってると思います。 なってる、あ、そうか、90年になってんのか、うんうん、じゃあ何年出したかもう覚えてないんだ。覚えてません、覚えてません。明記来さんはあれ90年代になってからですね、あの明記来さん覚えてない、あんまりよく覚えてない。でなんかちょっと調べたんだけどちょっと出てこなくて、初版の日付が多分ね92年か93年、あれはあの日本カメラの前田さん、はい、前田編集長が、うん、その前に私なんかカメラの連載ものを、うん、フォトジャポン、うん、福竹書店の ありましたね、あそこに書いてたんですよ。でそれをなんか面白がってくださって、うん、なんか書いてみないかっていうんで、で最初1ページものだったんですけども、うん、意外と読者さんがついてくださって、うん、翌日から2ページもので十数年、うん、続きましたね。それでね、一番ね、明記来さんで1、2、3があるんですけども、一番売れたやつもね、10万部はいかないけど7万部ぐらいって。1、ね、そうでしょ。やるね。だから一生これで来るかと思ったけど、どうじゃね。だってあれ写真付き以外が買ったでしょ。そうです。それで今思うと面白いのは、デジカメのことは全然書いてないんですよ、うん、フィルムカメラのことなんですよ、うん、でそれからもう30年ぐらい近い時間が経っちゃってから、まあ私に会って自己紹介してくださる方なんかだと、明記来さん以来の読者ですとか、はい、カメラジャーナル以来の読者ですとか、だ明記来さんと赤瀬川源平の、あ、父ちゃん辻和彦か、うんうん、カメラが欲しい、あ、源平さんですよね、源平さんと書いてたんじゃない、なんかね、お土勝彦になってた。なった。と、源平さんと私ってなんかそういう意味では大先輩だけど、ずいぶん源平さんにお世話になったし。赤瀬川さんは70年代の現代アートの機種ですよね。そうですよ。それをね、みんな知らなくてね。ハイレットセンターですね。そうそう。単なるね、カメラ好きのジジイだと勘違いしてる人がいて。だからね、東京地裁の証拠調べを展覧会の会場にしちゃったりとか、うん、そうですよ、国賊ですよ、うん、あの人はすごい人、有罪判決受けてますよね。そうだよ、前科者、前科者ですよね、そういう意味ではね。まあ源平さんがやっぱりすごい素敵なのは、人の言うこと、例えば私の言うことをよく聞いてくれる、うん、で例えばなんかあるカメラがもう飽きたから、うん、それを手放そうと思うと、日本カメラの連載で私がそのカメラを褒めてる。そうするとやっぱりこれは手元に置いとこうみたいな感じでね。いや、カメラが欲しいっていうのは本当に切実なカメラを買いたいある中年の男の悩みだし、そうで明記来さんがすごく自分がね好き、はい、最初に見てびっくりしたのが、カメラを介して遠を語ってたじゃないですか。あ、そうですね。時代をそのそうって、我々がよく知らない時代の話がそこに出てて、はい、それがベルリン崩壊とかになった後のその東欧のね話とこう重ね合わさってこう見えるんで、たまたまその時代にいたっていうことなんでしょう ね。だからその本当にまだ壁がある時代の話じゃないですか。壁のある頃は一番面白かったし、一種の完全な経済封鎖ですからね、うん、それでまあ経済格差もすごいわけですね。東ドイツマルク、5マルクが、うん、あの西ドイツのドイツマルク1なんで1対5なんですよ、うん、ところが、まあ、強制両替では1対1なんだけどね、はい、それでまあね、あの東ドイツマルクを西側で交換して、うん、隠して、うん、それで東ベルリンに行って、うん、
それで高いカメラを、西側の高いカメラ、例えばホリゾントっていうソ連製のパノラマカメラがあるんですけども、はいはい、1975年にそれを買って、うん、それをずっと使って、うん、今度写真集もあるんだけども、まあ、話戻すと明喜来さんが与えた影響ってすごいわけですよね、はい、うん、ありがとうございます。その後のカメラ、中古カメラブームを作ってしまった、うん、ありがとうございます。なんでですかね、なんであんなに燃え上がったんですかね。私は全然儲かんなかったからね。いや、そんなことはないでしょう。そうか、やっぱり向こうに行ってしまえば、その日本の情報っていうのはもう当時は入ってこないですね。入らないですよ。これいい質問だね、さすがインタビューだな、ね、例えばね、うん、私の場合73年から80年までの日本の動きは一切わからない、うん、それ何がわからないかというと、具体的な例で言うとこういうことですよ。カップヌードルが何であるかわからない。あと、泳げたい焼きくんがどんな歌であるかわからない。日本の本とかもほとんど入ってこない、ね、入らないですよね。でそれってまだつながってて、82年83年にニューヨークに行ってた。これはやっぱり日本に行ってもちょっと居づらいなと思ったんですか、アメリカに行こうと思ったの。あ、違います違います。そうではなくて、あのね、その単純な理由で、うん、本当にニューヨークってあるのかどうか確認してやろうっていう、それだけなんですよ。要するにニューヨークって映画の中に作られた架空都市であって、本当は実体なんかないんじゃないかっていうふうに思ったんですよ。ですからウィーンにいた時の3年前かなんかに、折りたためる地図でファルクプランっていう折りたための地図があるんですよ。それを3年目かなんかの誕生日に家人が買ってくれたんで、それで上草仁一さんと同じですよ。行く前から全部情報を、ここの古本屋とここの古本屋って全部覚えてて、初めて行ったのに上草さんは全部その場所に行きたいね、まあ、その話は片岡義雄さんからね聞いたわけですけどね。そういうなんか事前の準備っていうのは、でもネットないでしょ、ない方が頭に入るんじゃないかな。どうでしょう、地図を見ながらなんか本と参照しながらって感じですかですね、まあ、その時丸つけたのカメラ屋さん。あ、そうでもないんだよね。っていうのはね、285円だから買えないんだよ、はい、高くて。そうかそうかそうか。で大きな買い物って言った8x10 のエクタクロームを買いに行ったことと、うん、あと 8x10 のエクタクローム高いから買えなくなっちゃって、はい、その後 8x10 のトライ X を買ったんですよ、うん、それでまあ友達のロフトに居候させてもらって3ヶ月ぐらいそこにいて、うん、ちょっと話を戻すんですけど、はい、ニューヨークに行こうと思ったのは、まあ、そういうニューヨークあるかどうか見てみようと思っても、はい、まあお金が200何十円の時はいけないですね、1ドルが。いけないですよ。で、文化庁の、まあ、海外派遣制度を使ったわけですよね、はい、あれね、実はね、ひでえ話でね、持ち回りになってるんですよ。あ、まあ ねそれで最初の年は私ダメで、はい、それで毎日新聞の何とかさんが行って、はい、でその次は私だったんですよ、はい、であとね、なんか長とか行けんだったら俺も行けんじゃないかって言って結構応募した方がいたみたいですけどね、なんかうまくいけなかったみたいになってね。まあだけどどうだろう、もう古い話で、うん、ニューヨーク近代美術館がまだね、検索がカードだったこの時代ですからね。で今あの文化庁の支援制度は受け入れ先がなきゃダメなんですよね、はい、あれね。そうです。1年間うちで受け取、まあ、引き受けていいよっていうので、うん、はい、それと、まあ、身元保証人というのが必要なんですよね。鋭い質問。あのね、うん、ジョン・シャカスキーさんは、はい、私あのヨーロッパで会ってるんですよ、はいはい、合ってるっていうか、あのスタイリッシャーヘルプストっていう、うん、あのスタイアメルク州の秋の芸術祭の時に、古谷圭一とか、うん、それからマンフレッド・ウィルムが、フォロミスタッドパークっていう、まあ、ギャラリーを経営してて、でそこで、これはなんかジョン・シャカフスキーとリー・フリードランダーを、うん、呼ぼうじゃないかって、うん、してあんなトップの人がなんか来るわけねえよなって言ったら来ちゃったんですよ、うん、本当はよっぽど暇なんじゃないかと思うんですけどね。でまあ私も出かけてって、それでジョンとリー・フリードランダーに会って、そしてまあ、 あのフリードランダーの撮影にも同行したことありますけど、うん、歩くのが早い、あの人歩くのが早すぎてほら膝悪くしちゃってね、膝だね。で別の写真集作っちゃったりしてね、はいはい、いちいちなんかこう膝悪くてなんか家の中でもっとしてましたよね。なんかそうですよね。それでまあジョン・シャカフスキーさんの場合はあの人ヘビースモーカーでパイプ友なんですよ、うん、それでまあ、あの私、まあ、英語は少し喋れるけどドイツ語も喋れるから通訳ってのは大げさだけども、あの人だってポーランドの移民の3世ですよ、うん、ドイツ語は喋りません、うん、それで
タバコ屋さんに行って、うん、パイプタバコの、うん、あの選び品選びをなさるんで、うん、その時に私の拙いドイツ語と英語の通訳がね、うん、でこれはちょっと将来チャカフスキーさんにお世話になりそうだと思ったから、うん、一応ね忖度があったんですよ私では。いやつまんない忖度でチョコレートのセットをお嬢さんに行って、うん、お嬢さんいることしてるから、ね、お送りしたりとか、パリに行った時はねフォアグラのね缶のねちょっとでかいやつをね、うん、近代美術館に送っちゃうんだから芸術だよ、ね、モーマにそれを直接送っちゃうんだから芸術だよね、はい、そうするとねさすがね写真部長だから、うん、いや食ったら美味しかったありがとうみたいなんじゃなくて、秘書、うん、の人がね、うん、確かにいただきましたみたいな感じでね、だからそれでどうなったかわからないけども、まあ私のことは覚えててくださったからね、ただ実際にはあれですよ、アシスタントの、うん、なんて言ったかな、ジョンっていう人もね、うん、いろいろと面倒見てくださいました。